美味しいね。ハイスーン。あ、そうそう、さっき。ごめん、なんでもない。さ。え、気になるっすよ。だからごめんって。本当になんでもない。マジで何でもなさすぎて忘れちゃったくらい。てか多分大事なことだったら絶対思い出すからさ。そしたら言うわ。冬子ちゃん、うちに何かさせて。はあ、いきなり何？いや、そのうち冬子ちゃんたちが褒められてたのに言いたくなくて黙ってて、忘れたって嘘ついて、で朝日ちゃんにはそのこと謝ったのに、冬子ちゃんにはタイミングなくて言えてなかった感じで、ごめん。だから、その、何かさせてほしい。別にいいわよ、そんなの。冬が何か迷惑かけられたわけでもないし。それは、そうかもしんないけど。でも、なんか、そのままにしとくの嫌な感じだし。だから、何かさせて。いいって言ってるのに。まあ、そうね。事務所にいるっす。みんなどっか行かないっすか？怪我も治ったんでたくさん遊びたいっすよ。ってことで朝日の相手よろしく。え？いや、冬子ちゃん、それってほぼ何も頼んでないのと同じじゃん。あんたにとってはでしょ。冬からしたら重労働変わってもらえてんのよ。朝日、なんすか？メイが遊んでくれるって。やったっす。冬子ちゃんは忙しいっすか？そう、忙しいの。そうそう、そうなんよ、アサヒちゃん。うちが超いっぱい遊ぶから何でも付き合うよ。じゃあ何して遊ぶっすかね。さてさて、朝日ちゃん。ハイス、どこ行こっか。楽しいところがいいっすね。楽しいところか。あ、思いついた。お、どこっすか？たくさん食べれて、それが超楽しいところ。お？ついてからのお楽しみ。おお、お菓子いっぱいっすね。これね、好きに食べていいんだよ。え、本当っすか？あのケーキもゼリーもアイスクリームも全部食べ放題。すごいっすね。ね、たくさん食べれて楽しそうでしょ。ハイス、メイちゃん早く入るっすよ。みんなあのキラキラのケーキ取ってくっす。なくなっちゃうっすよ。焦らなくて平気だよ。なくなったらすぐ同じの来るから。
え、そうなんすか。じゃあ行こっか。すみません、二人お願いします。チョコケーキと、あ、このゼリーも美味しそう。もっともらっちゃおっかな。めいちゃんめいちゃん、なんかすごいものがあるっす。お、なになに。こっちっす。すごいっす、これチョコレートの塔みたいっす。お、見つけちゃったね。これってなんなんすか、どうやって食べるっすか。まずまず、ここのフォークを取りまして、ほうほう、次にマシュマロとか刺します。へえ。最後にこのチョコレートの滝にくぐらせて、はい、チョコフォンデュの完成。おお、そうやるんすか。はい、フォーク、あさひちゃんも好きなの作ってみよう。やるっす。いっぱい食べたっす。だね、満足。あさひちゃん、今度は何しよっか。うち、何でも付き合うよ。そうっすね、しばらくじっとしてたんで、いっぱいやりたいことあるっすよ。めいちゃんの家にも行きたいっすし、なんか面白いことしたいし、遠くに遊びにも行ってみたいし、あと、この前見た動画のダンスの真似もやってみたいっす。すごかったんすよ。よっしゃ、ぜーんぶ一緒にやるし。やったっす。代わりにさ、うちからも一つ足していい？チャンスができたらさ、うちと戦うってやつっすか？そう、いつでもいいっすよ、もう動けるっすから。うん、でもちょっとだけお預けで、ちゃんとした舞台でしっかりと戦おう。約束、よろしく。はいっす。